昔々あるところに XP を使い続けた鉄道会社がありました。そして悪玉ハッカーのおもちゃにされました。そう、5年前の弊社のことです。そして今 CIO Win7 のサポート期限まで1ヶ月ですよ。直ちに経費承認を。だってお金ないもん。なんかデジャビを感じますね。ありますよ、お金なら。当社の副業で売れ筋のポンズあるじゃないですか。あの利益で毎月のライセンス料払えますよ。そうは言っても部門別予算ってやつがな。じゃあシステム化で販売して売り上げを立てれば予算を確保できますね。もう垂水先輩が準備してます。それはダメだ、営業部に怒られちゃう。もう分かったよ、経費承認するから変なことしないでよ。これが社内の力学です。やっとのことで OS アップグレード作業が始まりました。まあ事前に仮想環境でかなりの不具合を解消していたので、あとは実機に展開するだけです。ん？何をしても起動しない。NX ビット非対応の古すぎる CPU が原因でした。サポート期限まであと2日。想定外の問題が噴出し、解決に奮闘していました。16ビットのアプリが動かないって。例外的に32ビット版の Windows 10を使うしか。あと6時間。ウェブアプリの表示が崩れるんだってさ。HTTP ヘッドに XUA コンパチブルを仕込みましょうか。あと30秒。アカネちゃん、ひどい顔だよ。もう帰った方がいいよ。すみません、お役に立てそうにありません。最後の不具合解決しました。55時間連続勤務の末、ついに作業が終わりました。